こんばんは、レベッカです。今日はチャーシュー丼をお肉は使わずに作ります。今日も使うのは車風、丸い小麦粉でできた車風っていうのを使います。もう本当に簡単、水で戻して片栗粉まぶして両面焼いて、もうタレをつけて絡めたらもう出来上がりっていう感じなんで、もうパパッと作っていきます。もうね、夜の10時なんだ。なんで早く食べて、月曜から夜更かしをビデオに撮ったやつを見ます。はい、今日使う材料はこちらです。チンゲン菜、この前買ってきたやつの余りと、あと車麩、これもね、また水で戻してます。あ、ちょっと裏返しとこう。よいしょ。はい。で、これは白髪ネギ用にね、ネギ、長ネギ10センチくらいかな。あれば十分です。はい、これはね、合わせ調味料を作っといたんで、これは概要欄で説明見てください。はい、そこで合わせ調味料に入れる水、ちゃんと昆布だしで今日取りました。はい、っていう感じです。はい、はい、チンゲン菜はこうやってピャーって葉っぱ剥いて、ざく切りにしようかな。2、3センチのざく切りにして、もうあとは加熱しちゃう。ざく切りって言ってもね、なかなかね、難しいよね。均等の大きさにしないとさ、ダメだからね。はい、じゃあ白髪ネギは外側の白い部分だけ白髪ネギに使います。まあ、ある程度ねザクってしたら剥くじゃないですか。この時に中心に少し切れ目が入っちゃっても全然大丈夫です。まあ3等分ぐらいに切ったらこれと同じ大きさだからいいね。はい、でですね、これね、私もね、意外と苦手。やだ、もう君広がらないでよ。はい、で、白髪ネギは水にさらしてあげるとくにゃくたっとなるんで、はい、こんな感じで長さが切りにくいんだね。これ半分にしちゃおう。うん、切りやすい。よいしょ。はい、オッケー。もしゃもしゃもしゃ。全然長さ短い方が綺麗に切れますね。よいしょ。はい、じゃあ切り物は以上です。簡単。